こんにちは、こんばんは、三浦ですということで、今日はですねこんな感じでいこうかなと思います。6月11日ラグビー観戦日記、桐蔭学園 vs 國學院栃木と早稲田 vs 流通経済大ということで、関東大会の A ブロックの決勝が桐蔭学園とああいうことと、桐蔭学園と国土地で、これまた、春季大会の大学の A グループ早稲田流経ということで、ごめんなさい、関東大会とか他も見たかったし、あとね明治とあれとかね、同志社とかの和歌山でやってるのも見たかったんですが、まあ、ちょっと今日はですねちょっとカテゴリーを超えてですねこっちを見たということなので、お付き合いの方よろしくお願いします。でですね、これ結果聞いてショックだったんですが、まあね、明日11時からも楽しもうと思いますので、ぜひと、もうね、情報遮断はなかなか難しいですね、っていう感じです。まあ、いうことで、まずはですね、ちょうどリアルタイムで 見れましたね、桐蔭と國土地ということで、まあ、結果は、桐蔭が A グループ優勝ということで、もうこれで花園行けば完全にもう A シードはもう固いっすね。なんですがちょっと後で話しますが、國土地14対7、関東大会って25分ハーフなんですね。全然知らなかったなみたいな感じなんですけども、桐蔭が早稲田に早実に圧勝したんですが、國土地にこんな感じということと、その國土地と琉球もかなりいい試合だったという感じですね。 A グループ A ブロックはやっぱ熱いですね。で B ブロックに関してはちょっとやっぱり予想通り名家が一つ頭抜けてたかなという感じでございます。でここはやっぱり山梨学院がですね川越東に勝って、で一応名家にも、まあ、負けたとはいえ26対0っていうのでかなり健闘してしたんじゃないかなっていうのと、ちょっと氷川の牙城が本当にピンチなんじゃないかなと、山梨ちょっと新しい時代が見えてきたかななんて感じがします。で、清新学園の復活を期待する高校ラグビーファン多かったんですが、残念ながら相模に7対14でもいい試合ですよね。で相模が、目黒学院に、40対0ということで、これどういうトーナメントになってんのこれ。まあちょっとそれは置いといてですね、で目黒学院に、東海大相模が勝って、まあ神奈川2位の何つうのか存在感を出したと、まあ、いうことですね。で、D ブロック残念ながら慶応が、國學院久我山に負けたんですが、その久我山がもう圧勝しましたね。山梨県立氷川、あこれ抽選だったのか、ははー見てないですけど引き分けなんですね。あなんか引き分けもう一個なかったっけ、すっげえ試合、あそれ今日か、あ今日だ今日、ごめんなさい裏の試合だ。でまあこういう結果になったということですね。で肝心の桐蔭と國土地なんですが、皆さん お忘れじゃないでしょうか。そうです、私見に行かせていただいた、ベスト8熊谷で行われた時に、まあ、ベスト8の試合は國土地佐賀工業で國土地の、勝利で、桐蔭最後ね佐賀工業の井上選手のキックが外れたと、珍しいシーンでしたけど、で桐蔭と大阪桐蔭がまあ いい勝負するだろうって言ってたんだけど、桐蔭が圧勝とああいうところで、でその桐蔭と國土地が51対7なんですよね、準決勝。いやーそれで今回14対7ですからね。だからそうですよね、51対7ということだったんですがね、今回14対7ということで、いやもう本当に感想をここからお伝えさせていただくと、國土地すいません春の時と全然違うなというところで、國土地すごい相当練習鍛えられてるなって感じしました。春の選抜と全然ちげえじゃんと、桐蔭悪いってわけじゃなかったと思います。普通に國土地が桐蔭とやり合えたと言っていいということで、やっぱ関東國土地桐蔭だけじゃねえぞっていう存在感をこの A ブロックの決勝戦で相当アピールできたんじゃないでしょうか。で、
特にディフェンスタックル、そしてバックスの少ないチャンスでの決定力素晴らしいと。もう伊東選手と青柳選手抜けた、なのそのと。で、これなんでこう書いたかっつうとですね、ぶっちゃけ、最後意地見せたんですけど、スクラム試合を通じて遠いにスクラムバリバリ抑えてたし、ラインアウトもここぞというセットプレー全部取れなかったんですよね。なのにここまでやり合えたってことは、アンストラクチャーのディフェンスのタックルと、バックスの本当少ない決定力っていうのがちょっと素晴らしかったな。で、選手誰っていうよりチーム全体で、そう、国として、青柳君と伊藤君がちょっと入れて、誰か一人っていうよりも、本当チームでやってる感じするんですよね。だから、そういう意味では、強えなと、普通に思いましたし、ここを改善させられれば、秋、相当楽しいんじゃないかなと。で、逆に、課題が明確になったんじゃないかな。俺たちスクラムとラインアウトもっとやろうぜっていうのが、より明確になったんじゃないかなっていう気がして、党員よりも国土地の方が得るもの多かったんじゃないかななんていう気がしましたというところですね。で、別にその誰が悪い、高校生のあれっていうのもあるんで、ウイングフルバックの単純なキャッチミスが結構連発したんですよね。で、だからそのピンチを自ら招いたところが国土地あったんで、それがなければ、春の王者桐蔭に十分やり合えたと言っていいだろうという感じです。だからきっといろんな事情、あんな多分ですけど、練習とかじゃああいうミスしないと思うんで、それが今日ちょっとたくさん出てしまったっていうところがもったいなかったんですけど、もう桐蔭、春の段階でちょっと頭3つぐらい抜けてるなと思ったんですけど、なんと国土地食らいついてるなっていうのが僕の感想でございます。で、ちょっと桐蔭の方は今日あんま触れないんですけど、ちょっとスクラムハーフうますぎますね。うますぎますね。今から進路が楽しみだということで、慶応にお待ちしてますと、こういうスクラムハーフ慶応に欲しいと、ここの底から思っちゃったっていう話ですね。いや、国土地の、検討が本当に素晴らしかったなと思って、もし桐蔭のワンサイドゲームになるんだったら、大学ラグビー見ようかななんて思ったんですけれども、もうずっと釘付けになりました。惜しかったです。桐蔭優勝おめでとうございますっていうのと、国土地お疲れ様でしたと、ああいうところになります。国土地桐蔭の感想はこんな感じで、で、もう一つがこうですね、50対31、最後ちょっとメンバーがいろいろ変わったりしたのと、ちょっとある程度試合の結果も見えてきたということで、ダダダって感じでしたけど、一言言ったら早稲田の圧勝だったかなという感じでございます。で、メンバーこんな感じなんですが、もうこれ1日空けると出身校とか全部ね、試合後全部消えちゃうのがね、ちょっと見にくいんですけれども、こんな感じでやってると やったということですね。じゃあ、こちらの、リーグ戦の表も見てみましょうということで、帝京と明治がね、例の転校で成立って言ったところ中止になってるのが寂しいですね。延期になってくれねえかなって心の底から思っておりますと。ああいうところで、で、今日この結果を受けて、早稲田が、琉球に変わって、明治に1敗と。で、残すは帝京のみと。これも楽しみですね、6月25日。で、東海が明治と早稲田に負けて、残すは帝京のみ。もう帝京と東海もね、もう伝統の試合ですからね。で、琉球が残念ながら今のところ、1勝もできてないので、最後東洋に勝ちたいと。で、東洋もですね、残すは明治と、琉球なんで、多分ですが、もうこれ琉球死ぬ気で行くでしょうということで、楽しみですね。A グループ、春季大会の大学ラグビー A グループの、リーグ戦の表はこんな感じでございます。で、今日、私が見て気になったところはですね、まず早稲田の強さに驚いたんですが、まず伊藤大輔選手のことがやっぱり今年は気になるかなと。僕らってもう高校の時すごかったイメージが強すぎて、で、大学やっぱ怪我がちですよね。1年、2年、3年ともに。要所要所出てるんですけど、がっつり伊藤大輔選手、キャプテンのプレーを見てるのって今年だなっていう感じがして、もう、で、さらに言うと、
なんか他の人の兼ね合い上センターやったりフルバックやったりウイングやったりなんですけど、もうなんと今年はがっつりスタンドオフでいきそうな感じなんで、やっぱ伊藤大輔選手スタンドオフですよね、やっぱね。なので、今年はあの伊藤大輔選手の、スタンドオフをもうナンバーワン、学生ナンバーワンスタンド、武藤ゆらぎ選手とかともうねガチガチでやってもらいたいなと、ああいう気がします。まあね、あか明治の伊藤選手とかもいるか、なんかそのね、去年の高本幹也選手みたいな存在感を見せてくれたら嬉しいななんて思います。で、あとは気になりましたね、この人もうなんかもう格闘家みたいになってんな、佐藤健選手、髪型が変わって。で、一つ気になったのはあれもう相変わらずの存在感なんですけど、途中バックロー入ったんですよね。なんでやっぱいいなと思って、もうご存知の方多いと思うんですけど、もともと高校の時からもうナンバー8でもうガシガシラインブレイクしてて、でもやっぱ身長のことも考えて将来の日本代表を見据えてフッカーにコンバートっていうのは本人の意思もあるんですが、どうなんだろうな、堀江さんとかに聞いてみてもらいたいな、もう少しバックローでやるっていう選択肢があるのかしらないのかしらなんてね。安常選手もいいんで、まあ嬉しい悩みだと思うんですけどね、早稲田としては。まあでも相変わらずもうスーパープレイヤーっていうのは変わんねえなっていうところなんですが、個人的にはバックローの佐藤健二やっぱ好きだななんていうふうに思いました。あともう一人早稲田ではやっぱね一浪して入ったっていうことでなかなか話題もあるんですけど、相原選手は、まあ、去年からももちろん出てるんですけど、今年もっともっと絡んでくんじゃないかな。やっぱアタックセンス抜群ですよね。で、あとバランス型なんで、もちろん、副キャプテンもいますし、バックロー早稲田も、厳しいと思いますが、ね、佐藤健二君とか置いてきたらどうなんだって話もあるんで、なんですけど、やっぱ彼のプレーはこれからも引き続き、見ていきたいなと思います。綾原選手、最高ですと。で、琉球サイド悪くないと思うんですよね。もう本当、KO からしてみたら人材の宝庫だと思うし、なんで、ここまで勝てないのかななんて思うんですよね。で、今日早稲田とかにもうスクラムバリ押ししてますしね。いい選手本当多いし、で、ちょっと一つだけ強いて言えば気になったところがあって、選手名鑑見たら今日彼ステファン・デュトイ選手、あれステファン・デュトイ、ほう、デュトイ、琉球のホームページ見させていただいたんですけど、ポジションとか書いてないんですよね。だからもしかしてどこで使っていいのかっていうのが首脳陣があれ分かって決めかねてんのかなって勝手に思っちゃって、でも本当にいいプレイヤーなんですよね。もう見る限りセンスあるんで、なんですが今日彼のキックがことごとくキック戦略、多分それチームの戦術戦略だったと思うんですけど、ことごとく裏目に出てて結構自滅しているところもあったんで、だから僕が早稲田の立場だったら彼がなんかゴツゴツ来られる方が絶対嫌だったなと思ってて、なんかもしかしたらこんな優秀な選手なんですけど、まあ、チームとしてどういう風に彼を輝かせるのかっていったところがもしかしたらあれなのかななんて思いましたけど、まあね、きっと秋にはあれだと思うんで、ステファン・デュトイ選手、センターでやるのかどうかも含めて、楽しみですね。なんですがもうね、琉球はですね、もうこの2人、もう最高。もう、で、多分僕、1回、この東間亮選手は、なんか、動画で触れたような気がするんだよな、ウイングでもうめちゃめちゃ強くて、もうちょっと琉球の中で、かなり中心人物だったんじゃないかな、トライゲッター、今日もトライ取ってましたね、東間亮選手と、あとは今回、初めて知りましたが、篠澤光選手、輝くと書いて、光選手、フランカー。多分ですけど、この2人ともですね、大学ラグビーでとどまらずですね、リーグワンも多分絶対続けんじゃないかな、そういうプレースタイルなんですよね。だからリーグワンどこ行くのかも含めて今からチェックしたいなっていうのと、まあ、ちょっとなかなか春勝てない琉球、絶対秋盛り返してくると思うんで、この2人皆さんぜひ要チェックしておいてください。琉球はもちろん留学生がもちろん強いんですが、全然彼らとかはもう遜色ないぐらいのパフォーマンス出してるんで、もう一回言います。ウイングの東間亮選手と
フランカー、今日6番で出ました篠澤光選手、ぜひ覚えておいてくださいということで、本日以上になります。党員と国土地、党員はおめでとうございますなんですけど、まあ、国土地が素晴らしかったとああいうことと、早稲田強えなというところなんですが、琉球もこんなもんじゃねえぞとああいうところで、東間亮選手、篠澤光選手をぜひ覚えていてもらいたいなと思います。ということで、以上になります。お付き合いいただきありがとうございました。では。